ている人はどうするんですか。そうだ、その約束が。仮面を持っている人は、私たちフェスとかにもたくさん出るんですけど、対バンになった時に私たちが出演するステージで最前列で仮面をつけて応援してほしいっていうのがありまして。お願いします。皆さんやってくれますか。お願いします。やってくれますか。あ、やる、当たったらやる。じゃあ頑張って当ててください。そうですね、ということでそれがお願いです。お願いします。お願いします。ではでは、お知らせの方に移りたいと思います。はい、ちょっと長いんですけど、皆さん聞いてください。お願いします。はい、じゃあまず1つ目。はい、どうぞ。この後ステージが終わった後にあちらで生写真 の、 サイン会と握手会に参加できる生写真と、あと5月18日のオンラインお話し会のと5月25日の個別握手券が、はい、あちらで買えるので、皆さん私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今月のイベントとして、5月18日のお話し会と5月23日のファンクラブ会員限定イベントのバーベキュー、おお、バーベキュー5日の個別握手会があります。ありがとう。まだ募集をしているので、ちょっとまだ応募してないって方はお急ぎでお願いします。ぜひお願いします。ファイナスコーキューとね。はい、そしてお知らせ3つ目。はい、私たちショールームの個人配信を始めました。これからそのメンバー各個人のペースでショールーム個人配信やっていくので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてお知らせ4つ目。私たちホワイトスコーピオンミニアルバムとワンマンライブを9月に開催することが決定しました。はい、皆さん9月を楽しみにしていてください。詳細は追ってホームページでお知らせするので、皆さんチェックしてください。ありがとう。はい、そしてお知らせ5つ目。はい、フォアスピークウィークのスタンプラリーが本日最終日となってます。4箇所スタンプを押された方はメンバーからオリジナル自撮り写真をランダムでお渡しします。はい、皆さんスタンプをメンバーに書いてもらうのをお忘れなく。よろしくお願いします。はい、そしてお知らせ6つ目。はい、6月2日にクロフェス2024に出演することが決定しました。皆さん仮面を持って、はい、クロフェスぜひいらしてください。待っています。よろしくお願いします。待ってるしはい、そしてお知らせ7つ目。7つ目なんですけど、私たちのレギュラー番組の告知をさせてください。まず1つ目が毎週土曜日にやっている、東京 FM レギュラー番組日本直販プレゼンツホワイトスコーピオの取説、今日ですね、今日の21時から、はい、ラジオがあるので皆さん見に来てください。あ、間違えた、聞いてください。今日のメンバーは今日誰だろう。はい、そうだ、はい、私たちになるので、皆さん、はい、楽しみに。その後はモモのね、はい、私がゴチャ16期生として MBS さんのラジオ1時半から深夜の4時半まで生放送で頑張ってます。今日は最初のトークの時間をいただけたので、もう聞いてすごい、して聞いてください。はい、はい、そして、次に各週木曜日にやっているホワイトスコーピオンレベチという番組があります。次は再来週、5月23日そうだね、にやるので、皆さん絶対に見てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてあとは毎週月曜日の20時
時からショールームのレギュラー番組フォアスピのフォアフォア日記というものをやっているので、皆さんそちらもショールームでぜひ見てください。はい、見てください。そして今キャンペーンでやっている学生さんと女性の方限定のプレゼントキャンペーンと、あと5月のお友達紹介キャンペーンをやっているので、こちらも何卒よろしくお願いします。何卒お願いします。はい、お知らせは以上となります。来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。はい、では次は最後になるんですけど、でもその前に、ですね、カメラを置いて一緒に盛り上がってくれたので、撮影タイムを思います。はい、やっとね、皆さんカメラ準備してください。じゃあまずは、みんな可愛く撮ってね。可愛く撮って。半目とか絶対載せないだよ。半分に分けようか。半分に切る。半分に分けます。はいはいはい、眩しい眩しいね。じゃあスタートしますか。スタートだ。左の皆さん、よろしくお願いします。スタート、すごい。スタートしたの。スタートしてますか。スタート、よーい、スタート。はじめまーす。はじめまーす。座っていいの。はじめまー、やばい。確かに前も行っちゃう。こっちダメ。見える？見えますか？見える見える。ごめんね。近い？近い？引いた方がいいの？そうか、後ろが見えないね。あ、見えないのか。よっ。出ますか？風強いね。強いね。え、すごい日陰になってきた。ね。じゃあ交代ですかね。出しますか。いいですか。じゃあ交代。はい、交代しよう。かわいいね。ありがとう。ありがとう。ちっちゃい。チェンジ。かわいい。チェンジ。チェンジ。まず、風強い。風強い。風が強いよ。風が強い。勝つよ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 。これで負けたら泣いちゃうね。勝って勝って。皆さんスナップヒットを片手に。風が強いね。レベル上げ頑張ってください。あ、当てるんじゃないですかこれは。ありがとう。はい、はい、ありがとう。ありがとう。はい、集合。はい、はい、集合。はい、集合。どうした。集合。あ、ごめんね。なんか落ちてる。あ、どういうこと。集合。本日も静かにしますか。静かにしますか。じゃあ本日も静かに。みんな大好き静か。みんな大静か。静かか。静か。はいはいはい。はいはいはい、大変だったよね。怖い怖い。しずくだと、はい、でももうちょっと前、もうちょっと前。みんなさ、がね、あの振り付けで好きなシーンとかも教えてほしい ね、 そ, う そ, うね、それやってみて。シッツ一回しずくいきます。一回しずくいきますか。じゃあこっち前、これハートじゃなくて、ハートハート、これハート、はいはい。じゃあまず真ん中、こっちから行こう。こっちこっちから行きます。あちらから。あ、ちょっとあの、はい、者の皆さん準備よろしいでしょうか。あ、手を挙げて撮ってください。行きます。フォアスピー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの皆さんよろしいでしょうか。真ん中に、はい、こちらのカメラをよろしくお願いします。はい、なんか大丈夫形。せーの、フォアスピー。はい、ありがとうございます。それでは、真ん中に、真ん中に、はい、皆さん、はい、一緒の皆さんも撮れますでしょうかね。はい、あの、ご自由に撮ってください。はい、せーの、フォアスピー。はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは早いんですけど最後の曲に行きたいと思います。皆さん、ファーストウィーク最後盛り上がる準備できてますか？もっといけるんじゃないですか？できてますか？最後もう一回できてますか？ありがとうございます。続いての曲はコヨーテが鳴いている非常手段、2曲続けてお聴きください。どこかでコヨーテが泣いている僕の中には思考の闇、まとわりつくような孤独が骨身に染みる夜だ。いつになったら慣れるのだろう、できるなら別れの理由教えてくれればよかったのに、心を傷つけるものは遠ざけてしまいたかったのか、言葉の小さな棘が愛の居心地を悪くしたか、I'm gonna go
たいと思います。じゃあS で、はい、ホースティーウィーク最終日、皆さん楽しかったですか？はい、初めましての方がたくさんいたり、いつも来てくれてるよって方もたくさん来てくれたり、すごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは以上、私たちホワイトスコーピオンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
本当に最高のホースピーウィークになりました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもホースピーウィーク楽しんでいただけましたか？よかったです。ありがとうございます。これからも私たちたくさんイベントやっていくので、また皆さんぜひ会いに来てください。それでは以上、私たちホワイトスコーピオンでした。